オイルリグ行かんの？待って、早いって、展開が。今この装備でオイルリグ行かんのっつって、この、じゃあこの装備で行くか、オイルリグっつって、死にますって。死にますって、もうどう考えても。一瞬で1秒で死ぬわ。ギャンブルは気が早えって。先生布告しないの、気が早えって、お前たち。まだ何もなしてないから、このラストシーズン2で、私は。まだ何にもなしてないですからね。ナイフルあればいけるでしょ。ちょ、見て。今、この地に降り立ったばっかり。ナイフルがあると思いますか？私の手持ちこれですよ。はい。スイちゃんならいける、いけるはずがないよ。違うよ。根性論じゃないのよ、この、これはね。石やればいけるやろ。石投げるつもり？そろそろギャンブル行かない？待って、持ち金ね。5だよ、5。5からどうすんねん。20で一気に稼ぐ。え、5をさ、20にかけたとて、当たったらいくつになるの？計算できないんですけど。いくつになるの？計算して誰か。100？ 100 か。20は21倍。へぇー。だ5に10だから100だね、確かに。それでも100か。しょっぺーなー。まあ、でも5から100になるんだったらありがたい話ですよね。でも今そんなにスクラップ欲しくないけどね。シーズン1の一番最後にもう有田系のスクラップを使用して。ギャンブル場行こう。いや、どんだけギャンブル行かせたいねん。オイルリグいけるね。えぇ？まだっしょ。最後にギャンブルしよう。あだー！いや、でもなー！ちょ、どうしよう。悩み始めたわ。オイルリグ行かない？オイルリグ。オイルリグ行く？いや、待って、その前にだって船集め、船を買うにはならんやん。そのためにはスクラップが必要じゃん。なんか堅実に集めた方が結局早いまである気がするけどな。ギャンブルしないでほしいけどな。ギャンブル否定派がいる。ギャンブルしないでほしい派がいるわ。